大島九州男は、日本の政治家、国民民主党所属の元参議院議員、福岡県能型市生まれ、日本大学第二高等学校、日本大学法学部政治経済学科卒業、実家の工場の職員を経て、1985年から学習塾やテニス教室を経営、全国学習塾協会顧問、1991年、 農型市議会議員選挙に出馬すると20年以上も会っていなかった友人が選挙支援に来た。実は彼は立証厚生会の信者であり、大島もふっつに導かれて開いた道、これが私の天命なのだろうと感じて入信した。初当選後に市議を3期12年間務め、その間に全国若手市議会議員の会の第2代会長も務めた。2003年の 第43回衆議院議員総選挙。2005年の第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で福岡パックから出馬したが自由民主党の麻生太郎に敗れた。2007年の第21回参議院議員通常選挙に比例代表で出馬し、初当選。2013年の第23回参議院議員通常選挙に比例代表で出馬し、再選。 2015年の民主党代表選挙では、長妻明の推薦人に名を連ねるが、長妻は1回目の投票で再開に終わった。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。同日、常任監査に就任した。2019年の第25回参議院議員、通常選挙に比例代表で立候補したが落選。 得票数は87,740票。党内候補者14人中6位。2019参院選国民比例大島九州。男。毎日新聞。2020年5月20日閲覧。漁拓。民主統合。参院選公認予定候補者。ウェブ漁拓。2020年5月20日閲覧。民主代表選候補の推薦人名簿。時ットコム。時事通信社。 オリジナルの2015年1月7日、時点におけるアーカイブ、https://archive.fo/2015-0107162414/http:/www.jiji.com/.jc/.zc、k イコール20 1501、0 150億1 0 7 415、 g イコールパル2015年1月18日閲覧民主代表先進代表に岡田市挙頭体制を重視毎日新聞 http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズドットヤフードットコードトジピスラッシュ HL A、A イコール2015万118から零零零零零零三零マイパル2015年1月18日閲覧国民民主党決闘大会を開催 クヌーニュース。https コロンスラッシュスラッシュ qnew-news.net スラッシュニューススラッシュ2018-5スラッシュ 2018-0507702.html2018 年5月24日閲覧。国民民主党設立大会綱領、規約。人事等を決定。国民民主党。 https://www.dpfp.or.jp:/2018/05/07/ 国民民主党設立大会 %E3%80%80 考領規約人事等を決定2018年5月24日閲覧比例国民民主党参院選2019 NHK 選挙ウェブ戦後処理に関する PT 捕虜、問題小委員会発足のご挨拶とご協力の、お願いフォーラム平和、人権、環境、集会等の報告、高校無償化からの朝鮮学校排除に反対する、全国集会2500人参加米、大統領宛てに、集団的自衛健康使用人、 不死を要請連邦子ら産経新聞2014年4月21日2014年4月29日閲覧日本経済新聞2006年12月28日 ABC 参院選を左右する巨大宗教票フリージャーナリスト山田直樹エキサイトニュース2020年5月20日閲覧ありがとうございます